はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さてね、本日もちょっともう一本タウンホール10行ってみたいというふうに思います。で、今回はね、前にタウンホール12でも一回紹介したような、攻撃を見てもらいたいと思うんですけども、私がねちょっと攻めたやつ、私最近ね本当にコウモリにハマってまして、メインのタウンホール12もね、10も、こういうふうに動画に登場するたびにコウモリコウモリで、もう最近クラの中ではちょっとなんかコウモリ男爵とかなんかね、嬉しいんだかかっこいいのかかっこ悪いのかわからんような名前がね、ついてるんですけども、コウモリを本当によく多用してます。というのは楽なんですよね、本当コウモリって。申し訳ないんですけど、刺さる相手には本当に刺さるし、最悪でもね、タウンホール10位の場合には星には覚悟できるんで、そういう点で、非常にね使い勝手がいいかなと思ってよくコウモリは使いますね。で、今回見てもらいたいのはコウモリをね裏ユニットとして、使ったパターンです。タウンホール12でね、前その裏ユニットとして扱った場合どうなるかっていう動画出してるんですけども、これはタウンホール10でもね、それができますよという趣旨の動画ですね。で、今回はクイヒーと混ぜてるというか、ファルコンと混ぜてます。なんでかっていうと、これ、全体をね、こうちょっと見てもらいたいんですけど、主要なね、対空範囲攻撃施設って、インフェルノがシンクルですよね。となってくると、もう、これ、ウィズ島しかないわけですよね。これが全部中心部分の付近に固まっているというのが1点。さらに、クロスボウも結構ね、パパパパッとこうね、単発の素早い攻撃をしてくるんで、コウモリには天敵になりかねないんですよ。こいつらも中心にあるということでね、だったらこれ、一気に中心に、もう効果力、ファルコンですね。ファルコンをぶちかましてやろうということで、一気にこう、バルキリーを中に突っ込ませる形をとってます。で、突っ込ましたら、あとはもうレイジットジャンプをかけてね、この辺の、中心施設を一気に破壊していくんですが、で、ここで一気にコウモリ5体出しましたね。そうすると見てください、これ。中心部分のターゲットは全部バリキーとかね、ババキンとかが、クイヒーが取ってくれていて、で、さらに壊してくれてもいますよね。で、周りはコウモリが、ここから出てきたコウモリが、もう集団になってこう一直線ですよ。わーっとこう、もう、次から次へ、施設をね、片っ端からなぎ倒してますね。これはね、マジで爽快。本当に爽快ですね。こんな綺麗にいくとは、正直思ってませんでした。全体の防衛施設が、ちょっとそんなね、多少弱かったっていうこともあるんですけど、それにしてもね、ここから、4時側から出したコウモリが、ぐるーっと綺麗に反時計回りの弧を描いて、9時側まで来るっていうね。ああ、やっぱこれはそもそも強いですよね、コウモリ。一番の天敵はマルチインフェルノとウィザードのと、で、次の怖いのがテスラとクロスボウっていう感じですかね。こいつらに捕まんなければ、今みたいにガーッと一気にね、殲滅してくれるので、今まで例えばね、同じような考えですよ。こういう天敵をまず陸パートで倒してからこうラバルを回すっていうハイブリッドとか、いう考え方と同じで、最後のね、お掃除役っていうのをラバルではなくコウモリにするためには何を壊せばいいか。さっき言ったね、主要な施設を壊していくっていうのがポイントなんですけど、タウンホール10で行くとね、こういう施設の数っていうのが11や12よりも少ないので、なおさらね、このコウモリを最後回すのが刺さりやすいですよね。それは本当に思って、今回はね、ぜひね、使ってもらえたら嬉しいなということで開けさせてもらいましたが、失敗もするんですよね。これ2回目の攻撃は失敗例としてちょっと見てほしいんですけども、これね、同じような感じで攻めてます。これ初見ではないので、ちょっとねこの辺のテスラが出てくるとかそういうのが分かってますから、こんな感じで対処しをしていきますね。クイヒーをこの道に入れていく。で、そのためにね、7地面からぐるっと回していって、で援軍もね、処理をしてから、クイヒーじゃないわ、次のバルキリーをダーッと流し込んでいくっていうプランなんですけども、何を失敗したかというと、やっぱり施設がその固まっていたりしてコウモリがばらけちゃう場合っていうのは特にね注意が必要っていうことですね。コウモリ束になったらもうそのワンアクション1回の攻撃でババ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 ッと一気にね大量のコウモリが一発攻撃を与えるだけで施設を壊して次っていう風に行くんですけど、やっぱり何も同じですけど、ばらけちゃうと一個一個の施設を壊すのに時間かかりますよね。そうするとその孫をついている相手にこう間にかコウモリが全部やられちゃうと、いうことになりますので、今回の失敗例はそれです。
それをねちょっと見てもらった方がいいかなと思うんで、まあ、成功だけじゃなくて失敗例もね上げさせてもらいました。で、まあ防衛援軍はここで釣って、で、ウォールバスター、あ、釣れてなかったのか、そうだ釣れてなかったんですよこの時で、ね完全にここでアイゴルにね、ユニット、まあ、クイヒーが捕まっちゃって、これファルコン狙ったんですけど、ファルコンではなくね、もう完全にこれヒーラーがバルキリについてますよね。まあ一発目の攻めもそうじゃそうだったんですけど、ってことでバルキリが結構ね伸びずにやられちゃいます。でコウモリを出すんですが、ここですよね、クロスボウが残っているせいでガンガンここでクロスボウに打たれて数が減るわけですよ。ターゲットが取れてないの で結構自利品になっちゃって、でこここんな感じでね最後あのクロスボウと大砲のところにこうコウモリが割れて、で全滅しちゃっておしまいという格好になっちゃいましたね。まあ、せめてこれねクロスボウだけにでも、しっかり、コウモリが行ってくれていれば、まだねクロスボウを壊してからもう一歩っていう次があったかもしれないですけど、まあ、割れちゃうとこうなりますよね。なので、コウモリが通るルートっていうのをねきっちり、作れてない場合っていうのはあんまり、まあ、よろしくないし、もう一個言うと、今私この4次面からコウモリ出しましたけど、ほぼコウモリが短期で突っ込んできましたよね。これやっぱ良くないですね。どんな戦術もそうですけど、ユニット同士のシナジー効果っていうのを考えていかないと、このクラクラっていうゲーム全開にはなかなか届かないと思っていて、今回あのクイヒーとかねババキンがこっち側くじ面に歩いてきましたよね。であればこのくじ面から一気にねダーッとコウモリを出して時計回りにこう回していく方が良かったかもしれませんね。そうすることによって、まあ、相手の、ね、防衛施設のその稼働するというか、まあ稼働している総時間っていうのが短くなってくるので、まあ、その一戦この一連の攻撃を通じて、受けるダメージの総数減りますよね。言ってみわかるかな。なるべく簡単に言うと、なるべく広くね、ユニットを展開してたくさんの防衛施設をいっぺんに起動させるような攻撃っていうのはやっぱ良くないんですよね。なので今回っていうのはまず9時側、まあ、8時側かなからコウモリを出してね、ヒーロー部隊と混ぜて進ませるっていうのが良かったということ、あともう一個は、ルートがねこう読み切れない場合っていうのはコウモリが分散しちゃうので、それはやっぱり避けるべきということ、あとやっぱクロスボウとかに長時間ターゲットを取られると、まあ、数が減っていって最後自利品になっちゃうんで、まあ、そこには注意して、この戦術は使っていきましょうということですね。はい、そういうところで、まあ、多少ご参考になれば、幸いです。で、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日は失礼します。バイバイ。